タッカのスマホ壊しちゃったわ。僕が直してあげようか。じゃあお願い。できた。ありがとう。しかもこれ11プロじゃない。これで浮気相手のルナに電話できるわ。もしもしルナ、今日の夜って空いてる？ナイスババ。あらやだ、美味しそう。じゃあいただきます。お母さん、喉乾いた。これでも食べてなさい。おらあ。あら、いい子ね。このクソババ絶対に許さねえ。あまままままままあまままままあまままおれあなんやってんのか。まあカメラも直ったことだし、 YouTube でも始めて一儲けしようぜ。いいわね。いや、僕は出ないけど。それじゃあダイコと二人でやるか。うん。よし、じゃあ回すよ。うん。よし。タッカです。ダイコです。二人合わせてタッカチャンネルです。バリー。今日の企画、クソ息子にドッキリ仕掛けてみた。イエーイ。それじゃあ早速やっていきましょう。レッツピー。今からやっちゃいたいと思います。避けろ。うわぁ。うわぁ。やめて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 。くそー、あの野郎絶対許さねえ。またお前をロボットにしてやるからな。ご主人様、命令を。金でも探してこい。ただいま。何、お父さんをロボットにしてんのよ。何やってんのよ。おい、なさい、行けない。痛い痛い。そんな、待ちなさーい。アイコー。よーし、降りなさい。降りなさい。しゃあ、行くわよ。あんた、いい加減にしなさいよ。あんたの方がいい加減にしなさいよ。お母さん、もうやめて。キイコママ、僕に優しくしてくれたんだ。ダイコママも、本当はたくさん遊んでくれたんだ。まあ、本当はそうなんだけど。じゃあはい、これ手紙。あらやなちゃん、何これ。学校で無理やり書かされたんだよ。嬉しいわ。やなちゃん、お母さんのこと好き？どちらかといえば好きかな。テレ朝なんだから。もうおやすみなさい。ここどこだ。お前は今日とんでもない嘘をついたな。は？何のことだよ。お前はお母さんのことが本当に好きか。嫌い。嘘をついた罰としてお前の舌を引っこ抜いてやろう。やめろ、やめろ。やめろ、やめろ。
ヤネちゃん、今日は早起きね。なんだ、夢か。ところでヤネちゃん、本当にお母さんのこと好き？好きだよ。そっかー。じゃあこれは何？お母さんのことなんて好きなわけねえだろ。ブー、このクソガキが二度と嘘つけないように舌抜いてやる。あ、いいよ、いいよ、お前食いすぎだよ、うまいもん。あ、もうこりゃ食えないな。でも3秒ルールだから大丈夫。確かに美味しい。あ、うまい棒だ。おい、俺にも一口ちょうだい。なんでよ。3秒ルールだからね。ヤネスケ、3秒過ぎてるぞ。え？でも普通に美味しい。おい、ヤネスケ大丈夫か？ほら、君たちこんなところで何してんだ。これは野生のライオンを仕留めるための餌だ。猛毒が入ってるぞ。3秒ルールなんてただの迷信じゃないか。100万円？四つ葉のクローバーのおかげかも。ただいま。ヤネちゃん、今日は野菜炒め作るわよ。また朝顔とか入れてないよね。朝顔じゃなくて今日は特別なもの入れてるからね。へへへへ。何特別なものって？え？なんで四つ葉のクローバー切ってんだよ。何よ、クローバーは野菜炒めに入れるの。カセ、三つ葉にされた四つ葉の気持ち思い知らせてやる。返しなさいよ。東京中央銀行から現金100万円が盗まれました。犯人は犯行時黄色い帽子に軍手をはめていたとのことです。現在も行方は分かっておらず、警察は総力を挙げて捜査に取り組んでいます。止まれ、警察だ。その軍手にナイフ、さらに黄色い帽子、100万円奪ったのお前だな。いや、100万円は空から降ってきただけで。言い訳すんな。お前を逮捕する。先生。先生はどんな味噌が好きですか？そうだな、先生は赤味噌が好きだし白味噌も好きだけど、やっぱり血糖値が高いから豆味噌も好きかな。豆味噌を使った豚汁って絶品なんだよな。でも味噌かつぶせがたいんだよな。うげ、頭おかしいから脳みそも腐ってやがる。あー、これじゃ味噌汁作れないよ。そうだ、確か味噌はお米と大豆と塩でできてるはず。できた。あとは塩があれば。コンジュリー、もっと投げるか。もっと投げるな。スーホは馬頭剣を作って白馬のそばにいつまでもいられるようにしました。できた。これは熟成させれば。熟成ってどのぐらいかかるの？今は冬だし、2、3日ぐらいかな。そんなに待てるか。とりあえず次は鮭の塩焼き作ろう。鮭はちゃんと持ってきたよ。それ鮭じゃなくて鮭じゃんか。ちょっと鮭取ってくれ。え？頼んだぞ、善次郎ホークスリーぞ。うんちはいらない。今度こそ、サンダルもいらないって、これは来た。取ったぞ。ただいま。はい、これ鮭。すげえ。よし、じゃあ早速焼こう。ポテト用に持ってきたさつまいもがない。ちくし
ショー見失った。なんかここから匂うぞ。先生何してるんですか。腹が減ったから食ってるだけだ。調理実習用の食材なのに。調理実習？何の話だ。ああ美味しかった。何言って、今ハマイの脳みそ焼きを作ってるんですよ。やばい、さっき食べたさつまいものせいでおならが出る。もうめちゃくちゃだよ。あ、鮭が塩焼きになってる。味噌も熟成されてる。やった、これで食べられるぞ。千切りロボットは、まあいっかおいしい。ヤネちゃんおみくじよ。ここに書いてあることが本当に起こるから、ちゃんと読んで新年を過ごすなよ。はい、大吉だ。どれどれ、おお、いいこと書いてあるじゃん。お母さんは大仏教。ま、おみくじなんて信じない方が身のためだわ。さあ、初詣行くわよ。うん。フォートナイトでリクロイできますように。お母さん、そんなにお願い事しすぎると良くないよ。1000万円もらえますように、ショッピーのライブがVIP席で見れますように、ショッピーに反させてもらえますように、 CD がちゃんと全部買えますように、 CD を全部…やねちゃん、お母さん、ほら、バチ当たった。ヤネちゃん、外で遊んできなさい、お正月なんだから。休みなんだから何しててもいいだろう。うるさいわね、行くわよ。どうしようかしら。ちょっと借りるよ。できた。重りが必要だからこっち来て。いいけど。できた。なにこれ。お母さん行くよ。そう、あれ、ええ、ちょっと楽しい。いやこれでお母さんから解放されたさ。あのバカ息子、絶対に懲らしめてやる。なんだあれ。おあ、悪い子にはお仕置きね。よし、行くぞ。それほら、おい、おい、おい、次は麺粉勝負しようぜ。オッケーぞ。おりゃ、くそ、次は俺の番だ。おりゃ、くそ、はい、俺の勝ち。残念だったな、ニャレスケ。ちょっと待ってよ。ヤネスケ、また負けに来たんか。じゃあ、めんこ勝負やろうよ。いやいやいや、ヤネスケめんこ持ってないじゃん。めんこならあるよ、ほら。
おいおい冗談よしてくれよ、笑っちまうぜ。バリア、これで俺の勝ちだよね。俺の負けだ。私はね、若くて可愛い子が大嫌いなの。不細工になるまでボッコボコにしてやるわ。なんかいつも怒ってるし、おばさんだから運転が低いのかな。おばさんは若い女の子に勝てないって私が証明してあげる。おそがみキーコバーサスコンジュリ。なんだ、僕もおばさんって言ったね。ブワー、ごめんなさいお姉さん。お姉さん、本当はお姉さんのこと悪く言いたくなかったけど、アオレって言われたので。それは仕方ないわね。お姉さん、本気のコンジュリパンチ。第1試合、おそがみキーコの勝利。こういう得体の知れない相手ほどすごい能力を隠し持ってる可能性がある。全く油断はできない。だが俺が勝つ。おそがみヤネスケ VS アホー太郎。まずは相手の能力をしっかり見定める。畜生、分析不可能だ。来るぞ。太郎がラインの外側に出たため、おそがみヤネスケの勝利。僕昔からドラえもんの大ファンなんだ。俺はな、今日のためにたくさん練習したんだよ。昨日は公園で遊んでる鍵を空気ボールボコボコにしやったぜ。のび太くんにサインもらうために今日は敷島で持ってきちゃった。ドラえもんから盗んできた秘密道具で鍵をボコボコにしやったぜ。キータ VS のび太。のび太さん、よかったらサインください。色紙じゃなくてお前の体に傷跡というサインを残してやるよ。いやー、怖いよ。時を戻して赤ちゃんにしてやるよ。くらえ。お前一体何を食ったらドラゴンなんで出てくるんだよ。行け。第3試合、うめえキータの勝利。まず教師って視点で負け組ですよね。はい、公務員安定とか言ってますけど、安定じゃなくて停滞っすよね。まあ怪我しないで頑張ります。ひろゆき、俺は口でも喧嘩でも負ける気がしねえよ。おい、かかってこいや。浜井先生 VS ひろゆき。くたぶりー。ちょっといいっすか。これって別に格闘技じゃないっすよね。はぁ、だからなんだ。決められたルールの中で戦うのはいいんすけど、もしこの状態であなたが僕のことを殴ったら暴行罪になりますよ。暴行罪。暴行罪は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられるんですけど、もう一回刑務所入りたいっすか。刑務所。ほら飯だ、食え。まずい。もうあんな飯は食いたくない。後先考えないで行動するあたり、本当にあなたって無能ですよね。安月給で雇われて悔しいですね、ワンちゃん。お座り。ママ。お散歩ですよ。そのまま外に出ましょうね。俺は立派な先生だ。
生の勝利。これが事実上の決勝ね。私たち今までに何十回も殴り合い、選手をかけて親子喧嘩をしてきたけど、私が負けたことなんてほとんどないわ。俺とお母さん、確かに負けた回数は俺の方が多いかもしれない。だが油断してると足元を救われるぞ。今回はある秘策を用意したんだ。そろそろ本気で大人の恐ろしさを分からせてあげるわ。細上キーコ VS 細上屋根助。その後、俺はこのヤンキー小学校に馴染むべく、身なりや言動すべてを変えていった。そして万事組に入会することになった。さあ、ロミオとジュリエットはどんな関係か分かるかよね、スケ。マブダチバイヤネスケ。すいません、おしり太郎くんが怪我をしたみたいで。どうした？隣のクラスの紫組のやつらに襲撃されました。許せ。紫組！あの隣のクラスの凶悪グループ紫組か。はい。おいお前ら、こん中でひよってるやつ、いねえよな。紫組潰すわ。うわ。うちのパシリをよくも遊んでくれたな。おめえらのことも遊んでやるよ。構想じゃこら。うわー、イストリゲームじゃ。喧嘩じゃないの？ヤンキーの小学生は喧嘩じゃなくて遊びの三番勝負で決めるんだ。2回勝てばそのチームの勝ちだ。1番目の試合はイストリゲームだ。よーい、おい、俺に起こせ。すいません、兄貴、俺の方が先です。俺の先です。勝者、紫組。くそ、足元にも及ばないわね。2番目はケシピン飛ばしだ。姉貴は消しピン界で負けなしの最強の小学生なんだ。これで様々な小学生を倒し、万事組のトップになったんだ。止まった？いや、まだだ。勝者、万事組。まあいいわ、これで一勝一敗。次の勝負で決着をつけましょう。最後の勝負はどっちも女子に負けるわけねえ。この勝負もらったぞ。あえて一人になったんだよ。あいつ怪力すぎるぞ。エン様は異次元の怪力、絶対に負けることはないわ。おい、最弱の俺たちしか残ってねえ。もう無理だ。お前らこの万事組を守るんだろ。男だ。一人じゃダメでも三人で止めるんだ。俺が正面で壁になる。キイちゃんが足で踏ん張る。そしてパシリ太郎が全体のバランスを整えるんだ。いけもう諦めたのか。実はパシリ太郎がボコされた時、俺は見てたんだ。お前は紫組のことが好きすぎるあまりにストーカーをしていて。かわいい。
GPS をつけようとしていたところを。その電磁波を利用してボールに仕込んだ電磁波の装置を使い軌道を変えるんだ。勝者マンジ組。新番長はやめつけだ。ありがとうな。お前らこれからもヤンキーとして暴れるぞ。みんな聞いてくれ、ヤネスケが帰ってくるぞ。え、ヤネスケ帰ってくるの？やだー。おお、おい、ごらんめえ、嫌いなってるぞ。おら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 、死ぬぞ、嫌いなってるぞ。おら、洗濯物みたいなワイナー張って今日も世界一